でした、旦那。マントがやっぱ重いから。シルクのマント。マントさん、よければ、はい、この動画で、はい、宣伝とか告知をどんどんしていただいても構わない。本当ですか、はい、ドラゴンボールゲームのミスターサタン、めっちゃ気持ちいい。ちょっと後でにしますわ、めっちゃ気持ちいい。僕も一応俳優やってるんですけど、いやもう分かります、もう分かります。世界チャンピオン兼業の俳優です。もうな、予言者ですか？占い師？何でも分かります。いやそうなんですよ、超有名じゃないですか。ありがたたんね、気持ちいい。だからあの舞台前とか、舞台はやっぱりダンス踊ったりするんで、今ちょうど舞台終わったちょっと経ったところらへんなんで、疲れがすごい溜まってる。なんかめっちゃ普通に喋ってもってますわ。こういうチャンネルなんで、リラックスさせてもらう。ブー世間で言ういいすごい、あーすごい、そこ気持ちいい。さすが筋肉しっかりしていらっしゃる。本当ですか？分かるもんですか、やっぱり。ちょっと左がね、はい、若干が、あーなるほど、ね、筋肉の形が筋肉量が違う。左が捉えにくいですか？左の方が多いんですか？少ないです。少ない、なるほど。右の方が違う。まあ確かに。じゃあ佐藤さん、ちょっと首いきますもんね。はい、ちょっと失礼しますね。はい、大丈夫ですか、マント、シルクのマント。全然大丈夫、全然大丈夫。ありがとうございます。マントを取るときはリングに上がってみて。わあ、本当に。あこんなに丁寧にやってもらえるんですね。はい、意外とガチで。すっげえ普通に気持ちいいんですけど。ありがとうございます、ありがとうございます。これ毎週土曜日はあの、はい、まあ特別なことがない限りは来てます。すごい、何回来てもただです。すごい、やっぱりリピーターの方とかいらっしゃるんですか？あ、目の前の人リピーターだ。あ、そうなんですね。リピーターです。めっちゃ気持ちいいっすよね。やばいっすよね。めっちゃありがたいです。めっちゃ気持ちいいっすわ。あの、犬はいないですか？犬いないっす。そうなんですよ、昨日もその話になって、何やったっけなって。あ、気持ちいい。猫背だとやっぱり体に不調が来るんですか？そうですね、やっぱりこう、この辺が疲れるんですよね。首のやっぱりコンプスが。あとはお腹が硬くなりやすいので、はい、あの、まあ、消化にも悪いし、あと血行が悪くなるので体力が低くなりやすくなるので、いろいろね、いいことないですよ。あ、そうなんですね。すごい、シュッとした背筋が。いや、めっちゃ気持ちいい。あ、佐藤さん、あの、告知しないと。あ、はい。どうも、世界チャンピオンのミスターサタンだよ。サタンは激走からまりちゃんという劇団で活躍しております。ツイッターは、アットウトコーヨ MUTOKOUT。 まあそんな感じ、ウトコーヨって調べてください。ありがとうございました。あれはいいですか？これは今日までなんですよ。今日なんで、大丈夫です。大丈夫ですか？ありがとうございました。ありがとうございます。超気持ちよかったです。でます。あ、もう本当に軽くなった。ありがとうございます。うまい棒いただきました。イエーイ、ありがとうございます。軽っ、すごいですね。ありがとうございます、頑張れそうです。ありがとうございました。登録します。あ、ありがとうございます。あの、ツイッターもあったら登録します。本当ですか？ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。